金が足りねえから出せって言ってんだ。これから女集めてパーティーすんだよ。他人の金で遊ぶほど楽しいことはねえからな。ほら、さっさと金出しな。いや、勘弁してください。お金持ってないですし。ああ、ないだと？なわけあるか。おいおい、今のこのご時世、金持ってない奴なんているわけねえだろ。そんなすぐバレる嘘ついちゃダメだよ。嘘をついちゃいけねえよな。ほら、財布出せ。俺たちが有効に使ってやるよ。ちょっとやめてください。うるせえな、痛い目あっとく。そんな、勘弁してくださいよ。あんまり気まってさせんなよ。金払った方が身の…黙って財布出せ！目障り。会社欲しいな。やっぱり酒は命の水だな。これで話をしやすくなったな。なあとも、酒のおかげで口も滑らかよ。大丈夫なんだろうな。大丈夫大丈夫。つっても俺らが知ってることなんて大したことないと思うけど。立花不動産の仕事をしたことがあるって話だが。ああ、
言われた場所に一日中居座っているだけ。地上げの嫌がらせにさ、簡単なバイトだよ。さっきも一件終わって日当もらったとこでさ、明日からまた違う場所で居座り。さっきまでやってたのってハクアビルだろ。俺も見てきたから知ってる。なんだそれ、知ってんだったら他に何が聞きたいの？そのバイトってのは立花不動産の方から声をかけてくるのか？ああ、今のあんたみたいに俺らに近づいてきてね。そうだ、東上会のヤクザの方でも俺たちに同じバイト頼んでくることがあるよ。その連中も地上げ屋だ。今時はホームレスも使いようなんだね。俺たちは立花さんとこだろうがヤクザだろうが金さえもらえりゃどっちでも構わねえけどさ。なるほどな。もう一つ聞かせてくれ。立花不動産の連中がよくいる場所ってのはあるか？ああ、それならチャンピオン街だね。よく出入りしてんの見かけるよ。あの辺りは今地上げのメッカだ。なんせ小さな飲み屋ばっかだから、そこの連中を追い出して一手にまとめ上げれば高く土地が売れるんだろうよ。立花不動産がチャンピオン街を地上げしているってことか？多分ね。ただあそこは立花不動産だけじゃなくて東上会の連中も狙っているから、あんたみたいなヤクザが行ったらあそこの住人たちに煙たがられるよ。そうか、参考になったよ。ありがとう。何？
Yes. Ah!
おい。ああ。おい。いえ。何？
おい。あ？Thank you.
適当に合わせておいてさ。いらっしゃいませ。はい。
おい。何？おい、そこのあんた、何しに来た？この辺で筋もんに飲ませる店はないよ。立花不動産の人間がここに出入りしているって聞いてきたんだが、今もいるか？あんた、また登場会の若い衆か？いや、そうじゃない。あんたらの店を地上げしに来たわけでもない。よく言うな。だったら立花不動産に何の用だ？あの連中のことを知りたいだけだ。あんたらに迷惑はかけない。あまり歓迎されてないようだな。俺らはもうヤクザにうんざりなんだよ。お前らはここらの店をゴミとしか思ってないんだろうが、俺らにはもうこの場所しかないんだからよ。そんなに追い出したじゃ俺ら殺すしかねえぞ。俺は立花不動産の話を聞きに来ただけだ。ふざけんな。お前ら聞く耳持ったことなんかねえだろ。少しは話を聞く気になってくれたが、あんたらに怪我させるつもりはなかった。俺は立花不動産の人間がここで何をしているか知りたいだけだ。あの人たちを売る気はない。ここの住人なら誰だってそうだ。ん？連中もここで地上げしてるんじゃないのか？違う。あの人たちはヤクザの地上げから俺たちを守ってくれている。あの人たちのおかげで今日のチャンピオン街がある。
何だと。そうでしょう、小田さん。どうも。誰かと思えばスナックナマセのお兄さんか。あんた、カタギの人間とか言ってなかったか。なかなか信じてもらえねえが、今はカタギだ。前は堂島組にいたがな。堂島組かよ。登場会の中でもよりによって。俺は組を破門された身だ。もう関係ねえ。その元ヤクザがなんで俺らのこと嗅ぎ回ってる。あんたらの社長から手を組まねえかと誘われたもんでな。あ？あんた名前は？桐生だ。そんな話聞いてねえぞ。待ってろ、社長と話してみる。わかりました。じゃあそのように。え、それじゃあ。社長は何つってた。うちのことを深く知りたいなら昨夜社長と会った部屋に来いとおっしゃってる。直接会うそうだ。そうか、わかった。もうここには来んなよ。ここの人たちはヤクザが嫌いだ。そういや、あんたらがヤクザからチャンピオン街守ってるってのは本当か。ま、一応ね。社長の方針があるからさ。方針？この辺の土地は神室町が戦争で焼ける前からいるような人たちのもんらしい。うちの社長が言うには、ここらは神室町の根っこだ。俺たちみてえな新参者に好き勝手する資格はないってさ。さっきのビルの時とは随分態度が違うんだな。白亜ビル？あそこの連中は所詮流れ者の寄せ集めだ。あんたもスナックナマセの店長見たろ。さも仇の被害者ですって面してたがよ。あいつらだってよそから流れてきた時、元いた住人を追い出してんだから。因果応報ってやつだよ。ま、俺は社長のポリシーに従ってるだけでね、偉そうに言うつもりはないけど。それでもあんたらにはあんたらなりのルールがあるってわけだ。俺は織田ってもんだ。立花社長とは古くてな。大抵の現場は俺が仕切ってる。で、あんた結局どうするんだ。うちの社長に会いに行くのか。ああ、会ってもう一度話を聞かせてもらう。どうやら立花不動産ってのは思っていた以上に腹の底が見えねえ会社なんだな。いっぱい飲んでから帰りたいですよね。お客さん、どうです？
遊んでいきませんか。俺は立花から呼ばれてきたんだ。お前ら立花不動産の人間じゃないのか。ここに社長はいませんよ。後で来ることになってるはずだ。部屋で待ってろと言われた。それは何かの間違いじゃないですか。何？うちの小田ってもんから連絡が入ってましてね。若いチンピラが来るだろうから死なない程度に可愛がってやれと。なんだろう、織田が。おれ、回れ右すんなら今のうちだ。おとなしく帰んなら見逃してやるよ。てめえ聞こえなかったのか。さっさと帰れっつってんだろうが。俺はここんとこどこ行っても歓迎されやしねえ。だが呼ばれた先で門前払いとは苔にされたもんだ。だから誰も呼んでねえっつってんだバカ野郎。どけ、お前らじゃ話になんねえ。ガキが土地狂いやがって。どうなっても知らねえぞ。お前は織田。よう。お前が俺を襲うようにさっきの連中をけしかけたんだ。なんでだ。あんただって俺たちを品定めしてたろ。ならこっちにもその権利があるんじゃねえかと思ってさ。ま、腕っぷしはそれなりみたいだけど。あの立花社長がわざわざスカウトするほどかと言われるとどうもね。部下に襲わせるだけで俺の何がわかんだ。だからさ、やっぱ自分でやるしかないみたいだよ。いやー、仕事を人に任せられないってのはしんどいね。神室町で不動産やってると荒事も多くてさ、俺そこらの極道よりよっぽど血の気が多いんだよね。ただのサラリーマンとは違うと言いたいわけか。大したもんじゃない。元極道の半端もんといい勝負だ。だったらお互い手加減はいらねえな。そのつもりでかかってこい。Ah!
嘘だろこの俺にこんな若造が怠慢で勝つかよ信じらんねオーダー納得しましたか小田さん俺の負けですよ、社長。どうなってる？あんたも承知で織田に俺を試させたってことなのか？ええ。織田さんは私にとってかけがえのない片腕です。だから我々の中にあなたを迎え入れるには、彼の了解を取る必要がありました。そうかよ。俺はつくづく自分がバカに思えてきたぜ。さっきまであんたらは信用してもいいって気になりかけていた。立花、そろそろ腹の中に隠してるもん見せろ。あんたはなぜこの俺に近づいてきた？その理由は何なんだ？いいでしょう。ですがその前に、あなたはこの神室町という町を何と見ますか？神室町？さあな、質問の意味が分かんねえ。私はね、桐生さん、この町は堂島組をはじめとする東条会の餌場であると見ています。一晩中ネオンに彩られたこの町に集まる人や金、そこからあふれる甘い汁は全て東条会の極道たちに吸い上げられる。何が言ってんだ？東条会が力で光り輝かせるこの町に、私は風穴を開ける人間です。こんな風にね。金は力。私は自分の力がこの先どこまで東条会に迫れるか試してみたい。ですがまだまだでしてね。
今の私ではせいぜい10秒というところが限界ですが、いずれは殻の一粒を手に入れてカムロ町の支配者層に食い込むつもりです。あの土地はそれだけの価値を生みます。あんたは一体キリュウさんがご存知かどうか、東城会という組織は決して一枚岩ではありません。その証拠に、東城会にはこの私に協力するある一人の人物がいます。そして私があなたに近づいた理由は、その人物から強力な推薦を受けたからなんですよ。東城会の内通者ってことか。誰なんだそいつは。あなたと私が手を結ぶことを望んだその人物は、東城会直系堂島組若頭風間慎太郎です。なんだと。おやっさんが。あなたは堂島組の若頭補佐、久世さんから風間さんをスパイするように言われましたね。風間さんの隠し持つ殻の一壺の情報を探れと。風間さんが隠し持っていた情報、それは殻の一壺の所有者を見つけ出すことのできる人間、つまり私のことです。あんたが。我々は殻の一壺をめぐる争奪戦で、あの堂島組より大きく先へ進んでいる。いずれそのことを知れば、彼らは激怒するでしょう。本気で潰しにかかってくるはず。ですが、それを承知であなたが我々と手を結ぶことを、他ならぬ風間さんが望んだ。私が風間さんからあなたのことを託されたのは半年前、あの人が刑務所に入るよりも前のことです。風間さんは久世があなたに近づくことも、あなたが組にいられなくなることもほぼ見通していました。まさか、いくらおやっさんでもそんなことまで分かるわけないだろう。風間さんは堂島組どころか東城会という組織で頂点へ上り詰めるだけの器量を持った人間です。その懐はあまりに深い。風間さんにとってあなたの周りに起こることを予測するのはたやすいはずです。そしてその風間さんが殻の一粒を手に入れる目的は、おそらく自分の身を守るなどということじゃない。あの人はもっと大きなもののために絵を描いてるはずです。だったらなんで今おやっさんは無所に入ってるんだ。それすらも風間さんの計画のうちではないかと、私はそう信じています。なんだと。バカな。ご理解いただけましたか、キリュウさん。立花、あんたがおやっさんの意思を託された人間だって証拠はあるのか。風間さんがおっしゃるには、これがその証拠になると。見覚えがあるはずです。風間さんが沢村由美さんからプレゼントされたものだそうですね。おやっさんがあんたにこれを渡したのか。あなたにお渡しするよう預かっていただけです。あなたから風間さんにお返しください。すべてが片付いた後で。俺にはまだ、おやさんって人がどういう男なのか、まるで分かっちゃいなかったってことか。
あの人が俺に何かを望むなら、俺はいつでもそのために命張る覚悟だ。あの日、おやっさんに逆らって極道になった時から、そう決めていた。ではこれから、どうぞ、よろしくお願いします。東京でもこんなに派手な店は見たことないよ。そりゃもうここが何はナンバーワンの店ですさかい。蒼天堀来てグランドへ寄らんやなんて、タコなしのタコ焼きみたいなもんですわ。いや先生には遠路はるばるお越しいただいたんやから、今日はたっぷり楽しんでもらわんと。ささ行きましょう。でもさ、本当に大丈夫なの？こっちってこれもん多いって話じゃない？そないなことありまへんって。もう先生何遍言うたら信じてくれはるんですか。でも蒼天堀って言ったらあの近江連合のお膝元でしょ。町ごとヤクザの巣窟みたいなもんだろう。まあましてやこの手の店なんてもう、あそこの席、あれ絶対ヤクザだよ。やっぱり私帰るよ。大丈夫ですって。ほんまに物騒な店も確かにありますけど、この店に限っては絶対安心、折り紙付きです。あれは確かにヤーさんやけど、この店じゃおとなしゅうしてますよ。妙にこの店の肩を持つね。まあまあ細かい話は抜きにして、ささまずは座って一杯やりましょうね。ほらさあ。でもね、こんばんは。
失礼します。失礼します。いや、こんばんは。どうです、女の子も粒揃いですやろ。このお方はな、東京のでっかい会社のお偉いさんやで。ほら、君らも顔売っとき。やっぱり偉いさんなんや。なんか貫禄ある思った。東京から来はったんですか。かっこええですね。こっちにはよう来はるんですか。いや、今回はたまたま出張でね。ここもこの人に無理やりね。そう、せやから君らがたっぷりサービスしてくれんと私の面目丸つぶれ。頼むで。なんや、責任重大やわ。じゃあまずはお飲み物からやね。何言っちゃいます。どれ。ほう、シャンパンで10万か。やっぱり結構するもんだね。そしたらまずシャンパン言っときましょうか。おいおい、大丈夫か。10万だぞ。大丈夫大丈夫、先生はもうお金のことなんて気にせんと存分に楽しんでください。シャンパンね。ありがとうございます。でも一本でええんですか。え、せやね、東京の偉いさんもおるのに一本やと足りひんのとちゃいます。大阪の人間がケチや思われますよ。ちょっと君ら。うんうん、なるほど、確かにその通りや。よっしゃ、ここは潔く一人一本いっとこか。ほな四本やね。お前らの分もかい。ねえわええわ、四本いっとれ。さすが男前、お願いします。すごい。うまいな、もう一杯や。ちゃんと楽しい。にぎやかでいい店じゃないか。でも前にこっち来た時は全然知らなかったよ。ああ、この店が有名になったんはつい最近なんですよ。そうなのか。ええ、少し前に支配人が変わってそこから急に。ふん、支配人くらいでそんなに変わるもんかね。それが引き抜きから何からちょっと大声では言えんようなことまで随分派手にやったみたいで、箱のでかさだけが取り柄やったこの店をあっちゅう間にトップにのし上げてもうたんです。ほう、随分なやり手みたいだね。そう、うちの支配人、夜の世界では知らん人がおらんちゅうくらいの有名人なんですよ。そうなのかい。うん、そりゃいっぺんお目にかかってみたいもんだね。ちょっともう、ええ加減にして。こっちは金払っとんねえぞ。ちょっと触りくらいいいやろ。え、お前もまんざらがないんやろ。なわけあるか。もう、すっごい。ほら、ここや、ここ。お客様、当店はお触り禁止です。どうか、その辺で。かわいやっちゃな、お。お客は、大概にせんと。大概にせんかったら何やってんの。こっちは金払っとんのやぞ。ガタガタ抜かすね、このボケ。おいおい、全然大丈夫じゃないじゃないか。に逃げよう。ああ、この店で暴れるやなんて。まあ大丈夫、すぐ収まりますよ。だからなんでそんなこと言い切れるんだ。出てくるからですよ、彼が。彼ってあの男か。ありゃただのケツ持ちだろ。
お客様。ん？本日はお越しいただき、ありがとうございます。何やお前、ケツ持ちちゃうんか。よく間違われます。ですが違います。え、せやったら何やねん。悪い、申し遅れました。私、当店支配人の真島と申します。お前が支配人やと？え、あれが例のこの店はヤクザが仕切っとんのかい。お見苦しくて申し訳ございません。こう見えても堅気です。それよりもお客様、恐れ入りますが、当店でのお触りや暴力行為はどうかご遠慮願います。気に食わんちゅうんやったら力ずくで来てみろや。その面こき落としけ。そういうわけには参りません。お客様は神様ですから。ほう、そらええ心がけやないか。お前さんのその心構え気に入ったわ。こいつはおごりや。たーんともいいな。どうや、神様からのお恵みは？ありがとうございます。私はこの酒を一度浴びるように飲んでみたかったのですが、おかげさまで夢が叶いました。この野郎、ええどけよや。お客様、重ねてお願い申し上げます。そろそろお引き取り願えませんでしょうか。もしこれ以上営業妨害されますと。したら何やっちゃねえ。しゃあないの。ああ、一丁景気いいのやれや。そこまでお客様がお望みなら、この真島、僭越ながらお相手いたしましょう。ただし、私からは一切手出しはいたしません。何しろ、お客様は神様ですから。へっ、まだそんなことぬかすか。なめおって。さあ、ショータイムや。
なんなんやお前は。あくそこんな。あ、危ない。なめんなよ。危険ですのでこちらはお預かりいたします。いいぞ。ありがとうございます支配人。なぜこの野郎。警察に突き出してやる。騒ぎろ。君お静かに。こちらのお客様はご覧の通り店内での違反行為を繰り返し皆様へご迷惑をおかけしました。本来ならばこのまま警察へ出頭していただくべきだと存じます。ですがどうかそれはご容赦願えませんでしょうか。え、なんだそんな。こちらのお客様このまま警察へ突き出されればこれまで築かれた社会的地位を失うことになりましょう。一時の気の迷いに対する報いとしてはあまりに酷ではないでしょうか。そこでお客様に一つお願いがございます。俺に。はい。夜の世界の流儀として酒の席での失態は酒で注いでいただきたいのです。今日この場のお題すべてお客様がご馳走してはくださらないでしょうか。蒼天製薬営業本部長様ともなれば年間接待費は億をくだらないはず。あ、それ俺の。いつの間に。お客様を犯罪者にしたくない。ですが他の皆様にも変わらずこの場を楽しんでいただきたい。すべてはこの私のわがままです。どうか私のわがままを聞き入れてはくださいませんでしょうか。わ、わかった。皆さんがそれでええ言うてくれるんならこの場のお題全部俺が持たせてもらう。それでよろしたってくれんやろか。ありがとうございます。こちらのお客様はこうおっしゃってくださいました。皆様いかがでしょうか。ありがとうございます。皆様の寛大なお心遣いありがたく頂戴いたします。勇気あるご判断をなされたこちらのお客様にも拍手を。では引き続きどうぞお楽しみください。あれがここの支配人。はい。なるほどな。この店がナンバーワンになった理由が分かった気がするよ。彼を見るとみんなそう言います。キャバレーグランドの支配人真島五郎、蒼天堀の夜の帝王っちゅうやつですわ。
支配人、先ほどはありがとうございました。いつもすみません。フロアどうや、落ち着いたか。はい、あらかた元の通りに。ただで飲めると分かって注文がひっきりなしですよ。そうか、あいつら怪我は。いえ、突き飛ばされた小野のやつもこれといって。マキちゃんにはボーナス弾んだれよ。父揉まれて何もなしじゃ、モチベーションガタ打ちや。はい、それは先んじて伝えておきました。ならええわ。あの暴れてたドアホ一応見張っときや。名刺は押さえちゃるが、とんずらこかんとも限らんからな。そちらの方もすでに手配しています。よっしゃ。スタッフは最近どんな塩梅や。おおむね問題はないのですが。なんやねん。先月入ったかなえちゃんなんですけど、ちょっと他の子、特に桜子ちゃんとうまくいってないみたいで。またその手の話かいな。女っちゅうのはほんまめんどくさいの。私からも話はしてみたんですが、なかなか。あったあった、俺からも話しとく。すみません、お手数ですがお願いします。失礼します。